はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというとですね、こんな感じでいいかな。何かね、これが気になる方はね、今後上がる、ファミリーマートの動画を見ていただいたらいいかなと思いますけど、気になった方はファミリーマートのね、売り場のね、隅っこの方を探してたらね、どっかにいるかもしれませんということでね、そんなことは置いといて、今回はファミリーマートの反則じゃないの、うちのね、内内連盟のね、反則をやっていきましょうということでですね、以前にもね、その内内連盟っていうね、システムを、作った時に、お話をしてましたけど、改めてね、ちょっといろいろね、細かいところもちょっと変わってきましたというか、変わってね、もありますんで、変化点がありますんでね、改めてちょっと内内連盟の説明動画を作っておこうということで、今回はちょっとそれで話させていただきたいと思います、ということでございます。基本的なところはね、一緒なんでね、だいぶ被ってるところがあります。相違点っていうとね、応募方法のところとかね、その、正式にね、そのウサーセールのその、会員のに一応分類されるんですけど、なんかそのあたりのね、ところとかの説明とかが、まあちょっと分かりにくいよっていうところがあったんでね、そこら辺も、改めてね、説明できたらなと思っております。ということでですね、内内連盟ですね、参加者募集ということでね、底辺 YouTuber やここに集えということで、底辺の底辺による底辺のための連盟ということでですね、まあ、底辺 YouTuber が、で、寄せ集まって、いろんな情報交換とかね、したりとか、うちのね、チャンネル、まあ、うちも200人ぐらいですけど、まあ、始めた時100人ぐらいでしたんでね、100人にもおったか、おらんかったかぐらいの時に始めたんで、まあ、それに比べたら多少発信力が上がってるんじゃないかな、ということでですね、うちのチャンネルでね、こういった方が入ってきましたよとか、こういうチャンネルがありますよっていう紹介をね、させてもらいますよっていうコンテンツにね、していきましょうと。いう、発想でございます。で、まあ、そのあたりをね、ちょっと説明しながらやっていきたいなと思います。ということなんでね、チャンネル登録にね、伸び悩んでるね、YouTuber さんとか、これからね、それこそ、新しく始めていきたいなっていう方とかでもね、全然声をかけていただいたらいいんじゃないかなということで、ちょっとうちのところ、新規開拓をね、今年をやっていこう、2022年はね、サークル活動が22年目になりますから。これはさすがに、ちょっと力入れてやっていかないとなって、目標22、2人。にするってことですかね、連盟員を、今はね、2人なんでね、これを、2チャンネルなんで、これをね、どんどん増やしていこうというわけでございますね。で、内内連盟とはどういうやつかということなんですけど、登録者がいなくて収益がないよという、内の、底辺 YouTuber さんを対象に、包括的なマーケティングを総合実施していくという目的になります。まあ、ちゃんとした言葉で言うとこんな感じなんですけど、まあ、簡単に言ってしまえば、ね、チャンネル登録者からね、少ない人たちでわーっと集まって、お互いでね、その情報発信とかね、あと情報共有とかをね、することによって、チャンネルを伸ばしていこうよっていう、発想です。登録者数の少ないマイナーチャンネルを紹介するポータルサイトとして効率的な、新規顧客獲得を狙います。ということですね。まあ、それいうのを、まあね、ちょっとそれっぽい言葉で、まあね、一応フリップなんでね、書いてありますよということですね。まあ、簡単に言えばそういうことです。あんまかしこまらない感じで大丈夫ですんでね。カメラオンリーはどこ行った？私の顔が邪魔で一部文字が見えないな。私なんてちっちゃくていいもんね。こんなもんでいいもんね。よいしょ。右上に行こうか。よいしょ。こんなんでいいかな。よし。という、感じでやっていきます。ということですね。で、結成目的とかね、一応まとめてありますけど、底辺 YouTuber のね、認知拡大、および、収益化の相互支援。では、ね、お互いにね、登録者1000人に向けてね、いろいろと情報交換とかやっていきましょうよ、という感じですね。で、コラボレーションなど、シナジー機会の設定と。で、スターステール品質保証センターによる品質保証書の発行ということですね。これは、うちのところのオリジナルということでですね。まあ、他にも多分ね、こういうような感じでね、集めてコンサルとかやってるようなね、感じの方とかもいらっしゃるんだと思いますけど、うちの場合はね、大きな特徴としてね、まずこの品質保証書の発行っていうのを行いましょうということで。まあ一応それなりにそういう系の仕事をね、やってますんで、一応それなりにデータを解析して、それっぽいのを作りますよってことです。まあ無料なんでね、あれですよ。期待はしないでくださいよってことなんですけどね。こんな感じでございます。で、品質保証書ね、どんな感じのかっていうとね、まあこんな感じですよってことですね。これ専門マイシーさんのね、チャンネル、をちょっとデータの参考にね、ちょっと作らせてもらいましたけど、こんな感じで、チャンネル登録者数とか、視聴回数、公開動画数、MPFC、
とか、WAV、まあいろんなその数値をですね、計測します。で、データ解析して、その、どういう、今ね、どれぐらいのランクになるのかっていうのをポイントにしてね、わかりやすく、データで解析をしましょうというような感じになっております。で、PDF でね、一応作って出すんですけど、Twitter とかでね、公開でね、入って出すときに、PDF 貼れないですよね。ですんでね、一応画像に、PDF を画像に変換する方法を見つけたんで、それでですね、画像データでも一応、発行という形に、させてもらおうかなと思います。一応正式には PDF で、リンクつけてね、お話みたいな感じでやるんですよね。一応こんな感じで、公開させていただきますよ、と。ということでございますね。で、参加条件なんですけど、一応投稿動画が、10本以上は、まずはねある状態から始めてほしいなっていうところで、一応10本以上としさせていただいております。で、前はここのところに登録者数が1000人未満で入れてたんですけど、別に1000人以上の方でも全然ね、いやいやもっと伸ばしたいんでって言ってね入ってきてくれるというのはこっちとしてはもう全然ウェルカムなんで、そこら辺の、要件はね、一応取っ払ってあります。で、登録者数の公開設定は、公開ということで、一応これは原則公開の方でということですね。で、コメント公開率も 80% 以上という一応、やつは、求め、たいなというふうにしております。で、この1年に関してはただ、絶対にやってなくてもね、もう新しく始めたんやけど、まだ動画は全然まだ投稿ができてなくてという方でもね、それこそ動画をね、簡単に投稿できる方法とか、今後の動画でね、いろいろとちょっと作っていきたいなと思ってますんでね、そのあたりで、興味を持ってもらった方が始めるって言ったら、全然ね、声かけてもらった。今のところは、2組でね、やってる状態ですのでね、まだ20組にしましょう、22組、これをね、20組増やしましょうという、段階でございますから、私もね、全然対応ができますね。これがね、何百人、毎月何百件とかって言って、問い合わせが来るようになったりするとね、私もね、無理ってなっちゃうと思いますけど、もう今回はね、こういった感じでやってますので大丈夫ですよ、ということでございます。で、ジャンルは問いませんけど、グロテスク、犯罪発生なのね、これはもう私の独断と偏見と、法律に、コンプライアンスに一応照らし合わせてね、これはさすがになっていうのがね、あったら、これは拒否をします。ね、一応ここで言っちゃっとこうかな。一応ね、一応うちのところで、ちょっと NG かなっていうのを、例で挙げると、じいさん、昆虫のね、じいさんをね、モザイクなしでね、わしっと捕まえて素揚げにしてね、食べるっていうね、動画を投稿してる方からね、アクセスがあったんですけどね、さすがにこれは無理やなと、とんでもないグロ動画を見せられましたので、こっち行くと。まあいいでしょ、グロ動画と言っちゃってね、っていうようなね、やつとかもあるので、それはさすがにうちも NG 出しまして、あといわゆる、夜の お店でね、いわゆる飲食店は全然ね、ウェルカムなんですけど、やはり18歳以上の方に限定したね、サービスをね、行うような、ああいったお店の方ですね。ですとちょっと、うちのところではちょっと NG になってくるかなというところでございますね。というような感じでございます。まあ、正直、すべては、個人でやってるやつなんで、この山田さんの差し加減次第ではありますけどね、ということでございます。まあ、ただね、普通のところでしたらね、基本的には、全然、比較的、ボーダーラインは低めでね、相当弾くことはないんじゃないかな。うちのチャンネルがうちのチャンネルですからね、このチャンネルが基準なんで、相当ボーダーラインは下の方だと思いますんで、お気軽に問い合わせいただいたらいいんじゃないかなと思います、ということでございます。で、連絡先は概要欄にもまた作っておりします。あとで、ね、ちょっと詳しく説明しておきますね。で、ここを大事なんで言っておきます。費用ノルマとは一切ありません。まあ、お金は完全無料でね、できますよってことでございます。ですので、入会費とかね、入ったか、入会費は無料でね、いや、でも月々ね、ちょっとノルマで入れてくださいよとか、そういうのは一切ありません。本当にフリーでできるし、実名公表とかしなくても大丈夫です。本当アカウント名で、チャンネル名が実態があれば大丈夫なんで、そのあたりもね、全然、お気軽に問い合わせいただいたらいいかなと思っております。で、まあ別に収益が達成してね、じゃあもううちはもう要は満足じゃと。ね、ここを去るよって。まあ、全然大会とかするのに、何も、そんなありませんし、うん、ね。
なんや、やめるんかいみたいな、そんなんも、ね、ありませんからね、全然あれなんですけど、まあ、入るのもね、特に入っとって縛りがあるわけでもないのでね、一応、LINE グループとか作ってね、それで情報交換、横のつながりで情報交換できるような場とかをね、今、構築は一応してありますんで、閑散としておりますけどね、ぜひね、いろんな方が入っていただいたらいいんじゃないかなと思っております。要望はね、LINE だとっていう意見が多そうだったら、今の段階だったらまだね、2人でやってる状態なんで、他のね、フォーマット、一応チャットワークとか、そういったね、グループコミュニティ用のアプリケーションの、用の準備はしてありますんで、そっちの方がいいよっていう場合でしたら、そちらでもやります。今の段階はまだね、内々連盟自体が、まだまだね、構築中の、フォーマットでございますのでね、ぜひね、参加してもらってね、バンバンね、いい意見を出していただいたいなぁ、なんて思っておりますよ、ということでございます。で、あとね、連盟参加にあたってね、これもね、そうは言ってなかったなと思いまして、動画投稿とか、ログイン、チャンネル登録の強制といったノルマは一切ございません。ね、なんなら、うちの、このスターステルチャンネル、登録してなくて、来年連盟に入りますよって、別にいいです。うちのところ登録、なんやね、せめて登録ぐらいしろやってね、払ううちでは多少は思いますけど、別にそこは登録しなくても、いや、こんなチャンネル見たくないしって言われたら、ですよね。私も思っちゃいますんでね、そこは大丈夫です。ですし、ね、来年連盟に入ったら、週1は投稿しないといけないとか、月1投稿しないといけないよとか、そういったノルマはありませんので、大丈夫です。ということでございます。ですので、そのあたりも、お気軽にね、入ってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、まあ、こんな悩みありませんかということでですね、まあ、検索、こんな方におすすめですよということですね。検索やおすすめ表示などね、表示されず、なかなかいっぱいのお客様に認知されない。これね、本当にね、難しいところなんです。同じような動画を上げとってもね、やっぱ同じキーワードで検索がかかった場合に、上に上がってくるのは、もうすでにやってるトップ YouTuber さんのね、動画が上がっちゃってね、自分の動画ってなかなか上がらないというところがあったりしてね、そこが、苦しいところだったりするんですけど、そういった方とか、いわゆる、認知機会の、獲得したい方ですね。専門用語っぽく言うと。で、あとはより良い、動画作りの方法がわからないけど、事務所や、コンサルタントに委託できる資金力もない。まあ、これね、何十万、何百万でね、平気でかかってきちゃう話になりますかね。それこそトップ YouTuber のコンサルを受けたいってなったらね、何百万で下手すりゃ済まないかもしれないぐらいのね、ようなお金とかがね、かかってきてしまいます。ということらしいんで、だったらね、うちのところの場合は、もっとスモールにやってますんで、まあ、その代わりサポートもないですよ。ウームさんみたいにね、バディさんがつくとか、そういったようなね、ほんと芸能事務所みたいな、そういったことができるわけではない。ね、というところでね、まあ、今後はね、何かしら税務署とかね、ほんと人数が集まってね、資金力とかがね、もし できてきたらね、うちのところとかもね、独自名とかできたりして、とかってなってきたらね、ある程度その税務関連のね、お話とかができるような、場所とかは作りたいかなと思ってますけど、やっぱ収益化にね、たられはですけどね、完全に絵に描いた餅をさらに膨らませて醤油をつけてる状態でございますけど、ね、収益化がね、なった時にね、いや、税務署怖いなとかってね、なるかと思いますからね、そこら辺のところをね、専門でね、できるようにと。というか、ね、税務署系 YouTuber さんとかね、税務署系、税務署はね、税務署じゃないか、こうやって、税理士系 YouTuber さんとかでね、新しく始めた人とかがね、入ってもらってね、一緒にそのあたりの話とかもね、できたらいいななんて思うんですけど、うまいこと、そう、何年うまいこと言ったらいいんですけどね、そういう感じですね、でございます。あとは、クリエイター同士で情報交換したけど、登録者数が少なくて相手にしてもらえない。ね、いきなしね、私がね、同じりょうさんやからって言ってね、東海オンエアのりょうさんのところにね、行ったってね、ただの不審者じゃないですか。ね、っていうことですからね、そういうね、中でね、やっぱ、なかなか意見交換とかしにくいね、ところがあるかもしれません。逆にね、私みたいなね、200人ぐらいですから、ね、だったらね、新しくやりたいなって人もね、声かけやすいじゃないですか。ね、こんな感じで、オープンにやってますんで、バシバシうちも返事返してきますんで、ぜひね、そのあたり、お気に留めずにね、これ何しともしたらし、ぶしつけかなとかって思ってても全然大丈夫なんで、言葉尻とかそうなんでね、わーわー言いたいはしませんのでね、ぜひよろしくお願いします。多少はこっちの誹謗中傷が入っとる方が、ね、山田さんド M なんでね、それはそれで喜びますんで全然大丈夫です。ということでございますね。ということで。
で、来年MVP の活動展開はどんなのかとかといったら、まあ、昨日のところですね、チャンネルで、障害動画を、作成して完結いたしますよと。で、スターセール品質保証センターで、品質検査書を発行します。で、チャンネル、連盟チャンネル同士で、各種情報公開や、互助を行っていきますよってことでございますね。まあ、こうやって言うとなんかいろいろやらなあかんのかなって感じですけど、まあ、要は、LINE でね、ちょっとやり取りをしたりとかですね、そういうような、ところとかで、まあね、時間があったらね、それにちょっと返してもらってとか、それぐらいの、まあ、感じで大丈夫なんで。で、いろいろね、アイデア、自分がね、動画を作る時のアイデアをね、ひらめきをね、増やしてもらう場になっていったらいいんじゃないかなと。いう感じでございます。で、うちのね、サークル的には、で、参加方法ね、まあ、簡単です。YouTuber さんの方ですね、チャンネルね、持ってると思いますんで、そのアカウントでね、この記事に、動画の、返信欄、コメント欄のところにですね、コメントを打ってね、参加したいですって、打ってもらったら私すぐにもうね、パパッと、チャンネルさんの方に行ってですね、では、認定とかっていう感じで、うち、発行しますんでね、とかっていう感じでやりますんで、気軽にもうこの動画のコメント書いてもらったらもうですから、Google のアカウント、チャンネルね、すでに持ってる方でしたら、もうそのチャンネルで、投稿してもらったらもうそのまま私もチェックしていきますんで、ぜひよろしくお願いします。あとは、概要欄にね、Twitter のアカウント載せてあります。まあ、そこのところからアクセスしてもらってもいいですし、ね、公開の情報だとあれだし、まあ、あれでしたら言ってもらったらすぐに、フォロー、返しますんで、それでね、DM でやりとしても大丈夫ですし、公式サイトのね、メールフォームでも受付をしております。ということなんでね、公式サイトのところにこのシステムについてもうちょっとね、詳しく説明した、ところがありますので、そこのところをね、見ながら、一緒にちょっと、このシステムについて、ね、よりちょっと詳しく説明をしてみましょう。さあ、ということでやってきました、公式サイトですね、http://starsalepresent.com ということで、うちのサークルの、ページになります。スターステールプレゼントのがね、うちの正式名称でね、この中のスターステールの方のブランドでやってるのが、このチャンネルっていう扱いですんでね。一応プレゼンの方もね、プレゼントの方も、ちょっと今準備はしてます。すいません、文芸用のねコンテンツなんですかね。ですから私がちょっと小説とか詩を書いたりするね、コンテンツの準備は今進めておりますとか、サイトも立ち上げてますからね、という感じなんですけど、今回もスターセールの方の話でねさせてもらいますよということで、この辺りはねまあいいんですけど、このメンバーシステムというところが、今回の話の肝になってくるかなと思うんで、ここをちょっとご説明させていただきます。大きくしますね、こんな感じですね、スターセールプレゼンでは、仲間をね、募集してます。仲間って呼んでます。私のところではね。で、いわゆる、サークルのメンバーですね。っていう扱いになります。で、ただ、これを大きく二分で、これ、ね、のところがね、わかりにくくてね、難しくなってたんですけど、大きく二分に分かります。ということで、一人目がランニングクリエイターってなります。これは要は、いわゆるサークルのメンバーのイメージで、がっつり合うと思います。ですので、うちのサイトの維持管理とかね、もしくはね、リアルでね、会議という名の飲み会なんですけど、もう完全にね、仲間に集まってるのが、ぐいって飲むだけの、やつにはなってるんですけどね。で、いわゆるこれでスタッフセールの第何回会議を行うみたいな感じでね、勝手に私はスタッフセールの会議の、私が勝手に呼んでる飲み会があったりするんですけどね、そういうような、感じのやつとかに参加したりとかね、まあ、ある程度参加してもらったりとか、で、あとは運営とかね。あとは、動画のクリエイター関連で入るという意味でしたね。一応、ちょっと月一ちょっと動画の代わりにちょっと撮っといてよとか、いうようなのとかが生まれてくるのがランニングクリエイターです。ですから、これは、いわゆる、うちの運営をね、ランニング、運営していく、ね、発射していくよっていう、クリエイターさんたちになります。で、まあ今はね、まあうちの、身内のね、周りの人間でですね、まあ普通に私がリアルで昔から付き合いのある、友達とかで、まあボランティア活動でね、別に収益が出るわけでもないんで、で、やってますよ。まあ一緒にね、友達同士でバカやったついでに、まあカメラ回しておこうっていう発想がもともとのスターステールのあのチャンネルの発想だったんで、今はずっと私が一人撮ってますけどね。
を、10年前とかはね、結構、周りのみんなとね、撮ってとかっていうような感じだったんで、そのあたりの動画もちょっとね、掘り起こして出したらなと思ってますけどね。っていうのがランニングクリエイターで、多分このイメージがあると思うんで、連盟に入ったらなんかそういうのいろいろちょっと視野なあかんことが出てきそうで、怖いんやけどってね、なるかもしれませんけどね。今回、ご説明させていただくのは、この2番のオピニオンクリエイターの方になります。オピニオンっていうのは、意見を提出するとかね、そういうような意味合いになってくるんですけど、ですので、このスターセルプレゼントが用意しているコミュニティスペースで、自由に意見交換発信ができます。で、まあ、グループコミュニティみたいなのを、今一応 LINE で作ってます。に参加できますよ。で、そこのところでね、なんかね、動画作りとかの時にね、困ったなーということがあったら、こっちでね、いろいろと相談にね、乗りましょう。でね、それ意見が多い方の方がね、いろんな意見が聞いていいじゃないかということでね、うちのところは基本的に量か質かと言われたら、量こそ質ですよというスタンスでやるんで、そういった、方やで、いろんなね、意見が聞きたいよという方は、ね、ぜひね、もう、うってつけですんで、ということに、形にしていきたいなと思ってます。まあ、無料なんでね、ぜひね、別に、どっかのね、事務所に入ってるからね、入ったらあかんとか、そういうのは全然ありませんし、まあ、事務所の方が、いやいや、こんな怪しいところと関わるなって言われるかもしれませんけど、まあ、そういうのなければね、ぜひ、ね、そったり言ってもらったらいいんじゃないかなと思います。別になんか、事務所の掛け持ちになりますよね、その、利害関係でね、掛け持ちが発生しますよとか、いうわけではないんでね、大丈夫だと思いますよ。で、YouTube クリエイター様の場合は、自動的に代々で、ですから別に、YouTube で動画を作りたいだけじゃなくていいんですよ。まあ、それこそ文芸、もともとは文芸活動をするのに、小説とかを書くときに、どんなネタがいいかなっていう話をするっていう集まりがプレゼントっていう22年前に作った時の、その連盟の、連盟自学のサークルのね、発足時の、テーマでもあったんで、まあ、それをそのまま引き継いでる感じなんで、で、文芸だけにとらわれずに、いろんなジャンルのね、クリエイターさん、もうとにかく何か作ればクリエイターです。ね、裁縫みたいなね、やつでもいいですし、料理だってね、創作料理ではなくたってね、何か料理を作れば、それはもうね、創作なんです。人類創造クリエイター時代ということでですね、どんなんでもいいです。なんか、いくらなんでもこれはしょぼくねっていうやつでも、逆にその発想あったなってなりますから、本当にそんな感じで声かけてもらったら、オピニオンクリエイターとして、その、ウィムグループのところに登録が入りますんで、で、YouTube でやってる方は、その中でも、何々連盟っていう形にしておきます。まあ、だから、全部含めて22組ね、見出していきたいなと思ってますんでね、総合チャンネルでチャンネル紹介とか、そういったのがありますよってことが、具体的にね、何々連盟っていう形で、より、このオピニオンクリエイターの中でも YouTube のところはね、力を入れてやってますよ、というわけでございますね。ここを軸にね、いろんなクリエイターさんと繋がっていきたいなと思ってますので、やっていきたいなと思います。ですから、別に動画投稿をしないけど、なんかちょっとそうそう、なんかちょっと作りたいなっていうような方でも全然参加してもらって大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。ということで、この下部にね、メールフォームを用意してあります。ちょっとすみません、下の方なんであれなんですけど、こんな感じでね、メールフォームが用意してありますので、まあ、ここのね、横のところでツイッターからね、アクセスをしていただいて、ツイッターでね、登録、連絡をしてもらっても大丈夫ですし、まあ、ここのところはね、別にもうハンドルネームでいいんで、実名とか、電話番号もね、オピニオンメンバー希望の場合は不要になってますんで、別にメールアドレスと名前もハンドルネームで入れてもらってね、こういうチャンネルやってますけど、いいですかとかってね、一言書いてもらえたら、入ってやってもいいぞぐらいの、上から見せても全然うち仕立てなんで、全然構いませんので、全然それでね、何やとかいいね、多少心の中で思っても、表にも出しません。大丈夫です。そんなに。っていう感じなんでね、やっていきたいなと思います。で、これでメッセージ送ってもらったら、私のところにね、ダイレクトでこれでやったら確実に届きますんで、お気軽にね、参加お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、こんな感じでございます。まあ、簡単に言えば、みんなでちょっとね、集まってね、いろんな意見をね、出し合える場にしてね、チャンネル向上にね、つなげていけたらいいな。ついでに、うちのチャンネルでもね、入ってもらったらね、バシバシと、CM ね、売ってきます。プロモーションしてきますんで、ぜひね、よかったらそんな感じで、まあ、こっちはこっちで、それでプロモーションで一本動画が作れるっていうね、ネタにもなるっていうので、ありがたい話なんで、ぜひね、そんな感じで、全然、だしに使ってもらってください。だしです。
うちのところ、もうね、うちのチャンネル、そもそもね、漬物って呼んでますからね、YouTube 界の漬物チャンネルって呼んでるぐらいなんで、全然、言い出し出しますんで、捨ててください。で、大丈夫です。でね、出し殻みたいに、ポイってね、ある程度チャンネル数集まったし、もうこんなチャンネル知らねえやって、捨てるとしてから、ポイってね、しちゃっても全然構いませんので、そういうスタンスで大丈夫でございますんでね、お気軽にお問い合わせくださいということでございます。ということでね、こんな感じで、ひとまずね、今回の動画を示させていただきたいと思います。ぜひ皆様のね、大々連盟ご参加お待ちしております。以上です。ご視聴ありがとうございました。